カルに行った時、はい、日本語の、あ、日本の動画とか見たり、はい、日本に発展しているロボットとか見たり、はい、日本の発展した理由なんだなと思って、自分も行って体験したいなと思って日本に来ました。はい、動画というよりも、うん、日本のニュースが、ニュース、そうです、ニュースが、うん、アジアで一番発展している国だったので、うん、日本のロボットが発展したことをネパールにもいっぱいニュースとか出てくるので、はい、それに興味があって行ってみたいなと思っています。最終的には AI デザイン学科と聞いたことがなかったので、はい、自分は専門学校を探しているうちに、はい、東京の中でいい学校を選びたいなと思って、はい、Google で探してみたら早稲田文理専門学校のホームページまで行きました。その後は学校説明会に来まして、うん、AI デザイン学科も今年から始まりますと聞いたら、新しい学科なので一回勉強してみようかなと思って AI デザイン学科を選びました。もともと興味ありましたけど、母国でもあんまりパソコンとか使ったことがなかったので、うん、その学科に入るまでに先生たちも相談して、自分は、まあ、パソコンはそんなに得意じゃないのにその学科に入れるかなと聞きまして、うん、まあ、この学科として基本的に基本から教えてあげるということから自分もその学科に入ります。ありがとうございます。はい、一番難しかったです。どこが難しかったんですか？自分も前からパソコンに関することとかあんまりやっていなかったので、はい、その質問があったので最終的には何もわからない状態だったので、はい、一番難しかったなと思いました。面接試験はどうでした？面接は大丈夫でした、はい、大丈夫。何分ぐらいお話ししたのかな、面接は。あんまり覚えてないんですけども、5、6分とか、面接の試験は大体30分ぐらい。あ、そんなに話してます。一般的な、先ほど聞かれてたような、どうして日本に来たのとか、はい、あとはその、まあ、どうしてこの学科を志望したのかですとか、あとはその留学生として日本で生活していけるかどうかっていう、その経費的な面とかですね、あとは将来の夢とかについて、あと、まあ、お住まいとか、まあ、そういうところも含めると、まあ、30分を切ることはほとんどないぐらい日本語でコミュニケーションを取るので。じゃあ面接試験も大変でしたね、いろいろ聞かれて。でもその時は、はい、専門学校に入るまでどんな質問聞くか、それ日本語学校で準備しましたので、そんなに難しくなかったです。好きな授業は何が楽しかったですか？2年生の時の経営戦略という、はい、科目経営戦略の授業のどういうところが面白かったですか？日本で発展しているマクドナルドとか、はい、クロネコヤマットとか、ユニクロとか、どうやって発展していっているのか、それの歴史とか、それについて先生から教えてくれましたので、それが基本、それが一番いいと。BBL って言いまして、はい、プログラムベースドラーニングっていうですね、はい、新しい、まあ、
学び方なんですけども、まあ、問題はさっき言いました社会的な問題なんかも自分でこう AI だとかシステムで解決するようなテーマを自分で見つけてきてですね、でみんなの前で発表していくようなことを、まあ、彼は卒業研究なんかもそれを一生懸命やってました。無人店舗でなんか画像認識で在庫管理とか、あ画像認識でその在庫の管理をしたり自動的に発注できるような AI を見つけようかなと思って研究をします、うん、そうですね、先生から西総合さんのそういう会社がありますという説明があって、自分も、まあ、Google から西総合さんのページを開いてみたらいろいろなことを分かって、西総合さんが、まあ、糸を育て糸を生かすという創業記念があって、まあ、いい人材になれるかなという気持ちで受けました。自分が分からなくても会社からいろいろなことを教えたりするので、いい人材になるかなと思って。それはいい、それはそのに入、うん、と合格後に研修を受けた時もやっぱりそういう印象がありますか、今でも。はい、はい、最終は会社に入って仕事にちょっと慣れるまで努力したいなという目標があります。AI デザイン学科は新しいですけれども、はい、これからどんどん拡大していく学科なので、ぜひこの学科を勉強した方が将来的にいいかなと思います。そうですね、自分も、まあ、プログラミングは得意じゃないんですけれども、まあプログラミングだと YouTube とかそれを見て勉強することができるので、自分のやる気とかあったら、まあ、どんな仕事でもできるかなという感じですね。